はい、こんにちは。カメラマンの村誠一とバニーです。バニーちゃんもふわふわで、ここね3日間ぐらいお留守番が続いてたんですけど、やっと、一緒にこうやってね皆さんにねご紹介します。綺麗になってということで、今日は絞りの話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。被写界深度ということに対してはですね、意外とこうみんな語られてないのかなって気がするんですよね。レンズをね何にするかっていうことも大事なんですけど、最も大事なのはやっぱこの絞りをどうするかっていうことなんですね。で、今回その実際じゃあこういうふうにね、なったらどうなるかっていうのを見てもらうと分かるんですけど、絞りを開放にするか絞るかっていうことが重要なことであって、例えば商品を撮るとかシャープにするとかね、撮り方によってはね何回も撮って全面にピントを合わせるようなね、何回も何回も撮ってそれを後で重ねて全面にピントが来てるような、そういう商品撮影をすることもあるんですね。で、こういうことっていうのは意外と皆さん意識されなくて、レンズを何ミリで撮ればいいのかとか割とこう重要になってる気がするんですよね。大事なことっていうのはそれプラスやっぱり絞りが重要なんですよね。このライカの表紙もそうですけど、こう裏側見てみると裏側ピント合ってないですけど、アポズミクロンの 35mm の F2 の開放で撮ってるんですね。で、こういうものもどうやってピント合わせるかってことが非常に大きいんですね。ファーストシーンのやつっていうのはアイスランドで撮ってるんですけど、 200mm 撮ってるんですけど、こういう場合っていうのはどこまでピント合わせるかってことも重要ですよね。その絞りをじゃあどこまで絞ったらいいのか、絞っていくのか開けていくかによっても作品の良し悪しって大きく変わるんですね。最近のねライトルームなんかでも背景をぼかすってことがね、できるようになったんだけど、じゃあ実際それがねレンズで自分が選択しているボケ味とライトルームでぼかすボケ味っていうのは全く違うわけですよね。AI の時代になったっていうこともあるんですけど、でそれをねソフトによって背景をぼかしたりとかすることがね便利になったから、その必要はないんだ、ね、例えば髪の毛とかね、きちっとこう一本一本髪の毛が一本になっていてもうファーってなっているものが、じゃあ果たして綺麗にねそこから背景がボケるかって言ったら、まだそこまではねソフトも完璧ではないので、 iPhone とかねちっちゃい画面で見てるから分かりにくいんだけど、これがじゃあ大画面になっていったらそれをねできるかって言ったら、これはねすごい高度な技術がないとできないですよね。コマーシャルの中で切り抜きってやるんだけど、そのためにわざわざ背景のね色を変えたりとかしてでやってるくらいなんで、実際に映ってるね風景をねその中から背景をねうまく切り取って背景だけをぼかすっていう作業はね、まだまだねそこまではこう言ってないんだけど、何でもねそういうふうに頼ってしまうと難しいので、実際ね、その場で風景なんかだったらね絞って撮っておく、開けて撮っておく、何種類か撮っておくことも自分は大事だと思うんですよね。遠くの方のね風景を撮る場合にはね絞りはほとんど開放でも、遠くの方だから被写界深度の問題だからピントが合うわけだけど、手前からね広角レンズで手前から奥まで全部シャープにピント合わせようとすると、自分の目で確認をすることが大事だと思うんですよね。それが作品の良し悪しを大きくこう左右することだと思うんですよね。それだけで整理の仕方によって写真って大きく変わるの で、あとはね露出の問題もあるし、あとはシャッタースピードの問題もあるしね。でも最近はねもう本当カメラのブレ防止もあんまりカメラブレはね気にしなくても良くなったんですけど、ライカのね M 型とかライカの M 型なんかだね Q2 とかね Q3 はねもうカメラのブレ防止がかなり良くなってるので、ほとんどそのねもう心配もなくなってきているんだけど、まだね M 型みたいな完全マニュアル機みたいなカメラで行くと、その辺がね逆にカメラのブレが250分の1でもカメラのブレが気になる、500分の1くらい切っとかないといけないというのは、自分の M10 モノクロームとか M11 モノクロームもそうだけど、それをシャープにいい画像で撮ろうとすると250分の1から500分の1をどうしても切らなければ手持ちで安定していい写真を撮ることっていうのは非常に難しいわけですよね。これがマクロで寄れば寄るほどブレがこう厳しくなってくるので、最近のブレ防止のカメラっていうのは三脚をつけると逆にブレてしまうとかっていうこともあって、三脚つけてしっかりと、ブレ防止の、
それを解除してしっかり取るっていうこともより大事だと思うんですよね。でこういったことも意外とこう皆さんはね、もうブレ防止がこうちゃんとついてるから三脚をつけてれば絶対ブレないんだっていう考え方よりもね、その自分がまずね必ずそれを確認するっていうことも大事ですね。今はもう撮った後から画像を拡大しても見れるから、それで自分が思った通りのいう風になってるかどうかで、撮った時に絞りがどこまで絞ったら自分の狙いがちゃんとしてるかっていうこともすごく大事ですよね。まあ、その見本をね、まあ、家の中でこう撮ったものがあるので、絞りをね どうやって絞るかによって見え方もすごい変わってくるので、この辺のところをね初心者の方は常にこう気をつけられるといいと思うんですよね。ベテランの方はねあんまりこの辺のところはもう分かってらっしゃると思うんですけど、まだまだね初心者の方、最初の頃、シャッタースピードって何、絞りって何みたいな、そういう状態の方もね大勢いると思うんですよね。多分そういう方がまあほとんどだと思うんですよね。でそういう方のために、まあ、今回の話なんだけど、絞りは本当に重要で、絞りをどう絞るかによって写真の良し悪しが大きく変わってくるんですよね。これはアポズミクロンで撮ったやつなんですけど、でこういうのっていうのは逆にアポズミクロンのレンズの性能を生かすために、開放の F2 用で絞るよりも開放で設計されたレンズなので、逆にこういうレンズは開放値で高描写を発揮するようになっているので、この辺が非常に難しいとこですね。で自分はフィルム時代から綺麗に髪の毛とか肌色とかね、もう綺麗に出すためにどうするかっていうことを、まあ、20代から随分考えてね来たことが、まあ、自分のね今にこうつながってるわけだけど、こういうことをねやっぱ考えないと、そのただねカメラが高画素のカメラだからこれでいいんだじゃなくて、じゃあ画素数が低いからねダメなんだとかっていうことじゃなくね、大事なことは絞ることも開けることも、もう一つその選択肢として加えていくことによってね、自分が狙ってる画像のボケができるかっていう、実際それっていうのはね肉眼では確認できないわけだからね、あくまでもレンズを使って撮ることによって生まれる作品の良し悪しにつながってくるので、この絞りをね開けたり絞ったりすることをね、ぜひね風景を撮るときに、でそれ撮っておいて、それで後でモニターで見てどっちが良かったかも確認するってことも大事ですよね。ただもう絞りはこれでいいんだということで解決していくんじゃなくて、ワイドレンズなのか望遠レンズなのかによってね背景のボケが大きく変わってくるんだけど、まあ、今の、ね、レンズは自分の若い時の時っていうのはね、いくら F2.8 だから明るいからといっても4とか5、6まで絞って、撮影してたんですね。これはもうレンズの性能がどうしても悪かったから、そうやって絞らなきゃいけないってことがあったので、特にレンズ選択を迫られたんですね。当時ね背景のボケを良くするって言ったら 85mm、 これがね昔の、まあ、ポートレートレンズとしてね 85mm っていうのが代表的なレンズだというふうにも言われてたと思うんですよね。自分もまあそういうことを振り返ってみると、背景をぼかすためにどうしてもレンズっていうのは開放値から2段を絞らなければ解像度が出なかったっていうことがあったので、絞っていくと 85mm ぐらいでもねやっぱり背景がこうどうしてもピントが合ってくる、まあ、その合ってきた状態がポートレートとしてはちょうど良かったってことですよね。今キャノンなんてね 50-1.2 でもう開放で撮るとほとんどね背景が綺麗にボケる。で今ね北斗レンダーでもねもっと明るいレンズが出てきてる。でこういうことがねもうどんどん技術革新がすごい進んでくるんだけど、じゃあ明るければいいっていうことじゃなくて、絞った時どうなるかっていうこともねもう一度考えられて、絞った時こういうふうにボケるんだとかっていう、ここまで合わせた方が気持ちいいなっていうこともね一つ選択肢としてね、ただ明るいレンズを求めて明るいレンズだったらいいんだっていうんじゃなくて、そのレンズを一番そのレンズの効果を発揮させる、まあ暗い時とかはね別ですよこれね。でもよりこう自分でいい作品を表現する場合には絞りの選択肢も絶対忘れてはダメだってことをね、まあ、初心者の方にはねおすすめしますので、ぜひ絞りっていうことも頭に置いてね、どうすれば
いい写真が撮れるかっていうのは絞りも選択肢の中に入ってるってことですね。明るくするか、開放で F2 とかニッパチで撮るってことも重要ですけど、 F16 まで絞ってどのようにね写真が変わるかっていうことも同時に、まあ、それも作品を撮るときに頭の中に置くといいと思うんですよね。これをねぜひねやられてみてください。はい、これが今見本で撮った写真にそのことを、まあ、自分が解説してますけど、このぐらいこう写真によってね絞ることによってこれだけ写真が大きく変わってくるってこともあるので、皆さんもねぜひねこれは、やられてみてください。であとはね今動画の時代って言われてて音も重要なんで、どういう音だったら綺麗に拾ってどういう音だったらいいものができるかってことも大事だし、あとは音楽をねどういうものを選ぶかも大事だし、まあ、最近だとねそれだけ、まあ、選択肢が増えたわけですよね。選択肢っていうか、まあ、自分でやることが増えたわけですよね。たくさんじゃあ動画だったらこのカメラがいいとか、それでもねまだまだねジンバルを使わなければなかなか水平をねずっと維持していくっていうのは難しいし、まあ、自分もねジンバルを、まあ、何個か買ったんですけど、まあ重いですよね。とにかく重い。こうね GoPro なんかはもう本当に優秀だからそれが簡単にできるような時代になったけど、まだまだねその自分が考えてるようなね本当にいい作品を作ろうと思ったら、もっともっとねレンズの選択、絞りの選択、細かくやっていきましょう。でね絞りって本当重要だってことをねもう一回、もうカメラ構えたら絞りはこれでいいんだっていうんじゃなくて、絞って撮ってみないと分かんないからね。実際こうデジタルだと覗いてるとその見た目だけど、絞った状態を見るためには一回確認をしないと分からないとこあるの でそこからねじゃあ実際に綺麗に写ってるかどうか、これでいいのかどうかっていうのは皆さんすごい不安だと思うんですよね。まだ初心者の方は絞った写真も撮ってみる。その場合カメラブレの問題もねシャッタースピードが呪くなるので、じゃあ ISO 感度を高く上げてっていうとね、自分はそのね ISO 感度は自分の場合はキャノンだと3000ぐらいしか上げてないので、それ以上ね感度上げるとどうしてもノイズが出てくる。じゃあこれをねあのライトルームでノイズリダクションでやればいいんだっていうね、何でもこうソフトに耐えるんじゃなくて実際自分で撮ってそれをその自分の中でこういう感じでやったらこういう風になるんだっていうことをね頭の中に描けるようになってくると、作品の良し悪しに大きくね影響してきて、それはいい作品が撮れてくるので、何でもねこれでいいんだっていう考え方じゃなくて、絞った時どうなるか、開けた時どうなるか、レンズによって絞りがねこうやってどういう風にこう絞ったらいい写真が撮れるかっていうことももう一回ね考え直していろいろ作品撮ってみましょう。するとね作品が本当変わりますので、ねいつもこうカメラ持って、いや俺何ミリつけてるから絞りはこれでいいんだって言って全部こう同じじゃなくね、絞った時どうなるかっていうこともぜひね頭の中に置いて撮ることもこれからやってみてください。でこれからね紅葉のシーズンにもなるので、もう紅葉始まってる地域もあるんですけど、まあ、これからね東京とかね関東圏もねどんどんこれから紅葉してきてね、いいあの状態の写真がいっぱい撮れるようになるので、この絞りの選択によって作品の良し悪しに影響してくるってことをねもう一度考えられて、ぜひこれもね頭に置きながら写真を撮ってみてください。これから特にね紅葉のシーズンだと、この絞るか絞らないかっていうことによってもね作品の出来が大きく変わってくるので、まあ自分だったら紅葉のシーズンだったらやっぱりしっかりね絞り込んで、まあその葉のね葉脈の色とか、あとは葉のつながりか色のね美しさとか、そういうことを自分だったら表現していく、こういう考えもあるので、皆さんはねどのようにしてね自分の作品につなげていくか、これもね一緒に考えていきましょう。今回はね絞りの話になりましたけど、ちょっと難しいかもしれないけど、絞った写真も撮っておく、開けた写真も撮っておくですね。特に風景なんかの場合はそれによってねどっちの作品が良かったかを判断されるようにした方がいいと思うんですよね。必ずいつも同じようにシャッター切っていくっていうことじゃなく、これをやることによってね写真も違うし、何段か違う明るさも撮っておくようにすると、風景の場合は
より素晴らしいものができます。後で何でもねソフトでできるっていう考え方もあるんですけど、でもそれをするんじゃなくて撮った段階でもう完結してるようなやり方をしてくださいということでね、今回はこういう話になりましたけど、またお会いしましょう。今日はありがとうございました。